楽天今井新監督、年俸たった4000万円。今井新監督の契約期間は2年で、年俸は4000万円。推定、背番号はこれまでのコーチ時代と同じ、98、となる。相場の半額かよ。まあそんなもんやろ。出来高インセンティブ言うちゃう？わかんねえよ。B クラスなら減らすとか？今井が軍肘の可能性を俺に払う分あるなら補強費に当ててくださいっていう。楽天モバイルの負債があって楽天に歯お金ないんよ。4000万で負ければサンドバッグか。嫌やな。切れてないのにその態度の方が人として終わっとるやろくさ。藤本ですら8000万もらえたのに。4000万ならバナナ1兆個くらい買えるやろ。あくまで推定やし、ひょっとしたら桁間違えてて4000億かもしれんぞ。そういや、国母と今井は就任会見まだなんけ？そういや、今井が采配でやらかしたら彼はゴリラなんだ、許してやってくれって書かれる可能性があるのか。まあ再開になっても、うるせえ年俸4000万だぞ、と擁護できるわな。監督のインセンティブになぜか観客動員数とかありそう。インセンティブは別やろう。落合は4億だったらしいで、チニドラの監督時代の年俸。ご視聴ありがとうございました。